時計が鳴ったからやっと目を覚ました。昨日の風がちょっと嘘みたいだ。出かけようにも、あ、予報が雨模様だ。どうせ出ないのは夜だけないから。喉が渇くとか心が痛いとか、人間も全部が覚ましてるんだよ。さよならの早さで顔を上げて、いつかやっと夜が明けたらも目を覚ましてみて、寝ぼけなんだこの日々を、何だって描いているから。してやっと外に出てみようと決めたはいいけど、靴を捨てたんだっけ。裸足のままなんて度胸もあるわけがないや。どうでもいいかな、何がしたいんだろう。夕飯はどうしよう、晴れたら外に出よう。人間見たくもないけど、このままの速さでよう泳いで、君にやっと手が触れたらもう目を覚ましていて、寝ぼけなんだこの君を、冷たく覚えているから。君に